はい、皆さんこんにちは。今日はですね、羽生直孝さんと佐藤優斗さんに、インタビューをしたいと思います。お二人には、昨日ですね、イベントで宮城に来ていただいて、アスリートを目指す子どもたちにお話をしていただいたり、あと実際にこうサッカーで子どもたちと、対戦していただいたりしました。この寒い時期に宮城県に来ていただいてありがとうございました。雪降っちゃいましたけどね、そうですねいや、そんな中、本当はありがとうございます、はいはい、まずじゃあ質問させていただきたいと思います、はい。プロで一流になれる選手となれない選手の違いっていうのがどうなのかなっていうのをお聞きしたいと思います。お二人とも長年 J リーグでこう活躍されて、日本代表の選手にまでなられてると。で、そもそも、まあ、プロのサッカー選手っていうのは才能がないとなれないのかなっていうふうに、まあ、僕ら素人というか思うんですけども、そういう中でも自分が一流になれたっていうのは何でだと思いますか？で、ここからですね。皆さんお願いします。そうですね、まあ一つはなんか一流っていうところがどこになるのかっていうのは分からないですけど、僕らから見ると一流という、そうですね、いろんな、しかもまあ例えばサッカー選手になるなり方って、はい、いろんな人それぞれではあると思うんですよ、大前提の部分で。僕なりのそういうプロのなり方もあれば、優斗なりのプロのなり方というか、その強みはみんな違うっていうのが多分一つあって、はい、で、まあ、いろんなタイプの選手がいて、なんかそれはこういうことですって一つでくくるのって難しいのかなとは思うのが前提で、やっぱり僕の中で言うと、なんだろう、ちゃんと自分と向き合えるというか、こう自分のせいにできるというか、何か起こった時に他の人のせいとか、はい、仲間のせいとか、指導者のせいとか、環境のせいとか、はい、そういう、のせいにしちゃう、自分のそのパフォーマンスの低さをそっちに持っていっちゃうような選手は、うん、まずは無理なのかなっていうのがありますかね。なので、いいことも悪いことも、はい、一旦は自分にこう矢印を向けるみたいな、自分の中で自分は何ができたのか、何ができなかったのか、次どうやったらいいのかっていうのを、まあ、整理していける人っていうか、自分のせいにできる人っていうのがまず大事かなって一つは思いますかね。なるほど、なるほど。自分でっていうことなんですね。やっぱりなんか移籍を繰り返しちゃう選手とか、はい、っていうのって悪いことではないと思うんですけど、はい、どっかで、あ、なんかこの監督とは合わないからとかっていうような、いい選手だったらどの監督とも多分やっていけるので、そこでこう誰かのせい、なんかここ合わないとかってな、まあ、そっちに最終的に向かっちゃう選手は、はい、まあ、長く続けることが難しいのかなっていうのが思っているところかな。どう？あれでもお二人ともまあ移籍っていうのはまあ経験はありますね。ありますね。ただまあそういう意味で言うと、しっかりとこう、まあ、もちろんみんな意思を持って移籍はするんですけど、はい、まあ、その意味というか意図というか、はい、自分の中できっちり持って移籍をして、はい、まあ、言ってみればそうステップアップみたいな形の、まあ、はい、したつもりではいるんですよね。であとは、まあ、言うともそうですけど、長いシーズンそこに必要だって言われて、はい、一応やってきたっていう自負するところはあるので、はい、もう、あの、クラブがなくなったからここへ行く、なんかこういろいろ探してなんとかここへ行くっていうのが、いいか悪いかとかじゃなくて、僕らはそういうところに、なんだろう、長い期間、長いシーズン、はい、そこに行ってくれて大丈夫ですよっていう権利を僕らは得て積み重ねてきてっていう感じがするので、それでもこうなぜそうなるかっていうと、普段の振る舞いもそうかもしれない、もちろんパフォーマンスもそうだと思いますけど、なんだろう、それをこう信頼されていくには、人のせいとかにするんじゃなくて、まずはこの失敗僕のせいなんだって、これじゃあここからどうしたらいいんだっていうのを常に考えてきたっていうのは、まあその根底の部分は僕も言うとも一緒かなと思ってますけど。
佐藤さんとしてはどういうふうに思ってますか。はい、まあ、自分もあの長くやらさせていただいた身としてすごく大事なのが、まあ、いくつかのやっぱ覚悟を持てるかどうかと思うんですよ、うんうん、で、まあ、あのまずその情熱、はい、自分がこうプロになって、ここがスタートで、ここからこうなっていきたい、最終的にここまでたどり着きたいっていう情熱をどれだけこう持ち続けられるか、はい、あとこう見られてる覚悟というか、まあ、あの子供たちから常に見られますし、それこそ大人もファンやメディアの人に見られてるんで、はい、そういう見られてる、まあ、意識、その覚悟を持ってるかっていう、まあ、普段の行いとかもそうですよね、うん、まあ、あとはやっぱり結果ですね、やっぱ結果出さないと、続けられるのは難しいので、はい、結果を出し続けること、まあ、それからディニー君が言ったように、どの監督でもやっぱ出すこと、うん、それによってやっぱり評価されますから、逆にこの監督で結果出せたけど、この監督が出せなかったってなると、ちょっとじゃあ、移籍しちゃうかな、はい、そういうのを繰り返すと、やっぱ長くできる選手じゃなくなってきてしまいますよね。うん、そういう、まあ、いろいろな覚悟を持って、はい、やれるかどうかはすごく重要かなと思いますね。どんな監督でも、まあ、合わせるとしても、でもやっぱり自分に合うというか、考えが合わないっていうのは、やっぱありますね。なので、そこも、やはりこう自分の長所、得意なプレーと苦手なプレーっていうのをしっかりと理解してやることがすごく大事だと思うんですよ。はいはい、合わない監督だとしても、はい、自分の長所だけは絶対に評価してくれるぐらいなものに自分が自身が持っていけるさえすれば、うんうんうん、あの自然とやっぱ監督 の枠の中には入っていけると思うんですけど、そこまでいけないとやっぱ難しいですよね。あとは、まあ、やっぱピッチに立つのは11人しかいないので、はい、うん、ピッチに立てなくても、はい、普段の練習からチームにとってプラスになる選手かどうかはクラブにとってすごく大事なので、そこら辺も評価も大事になりますしね。なるほど、そういうところに気をつけてというか、そういう考えでプロとして。そうですね、それは大事かもしれないですね。まあ、僕らもまあ、一人一人こういうサッカーが好きだなっていうのはもちろんあるんですよ。でもそれ に合わせた僕の好きなサッカーをやってくれる監督を連れてくるわけじゃないじゃないですか。クラブで決めた監督が来て、はい、でじゃあ僕とちょっとあんま苦手なタイプの監督だなって思ってても、はい、自分がこうプロで続けるためには要は自分たちの強みを持って、はい、使わざるを得ない環境に持ってか、シチュエーションに持っていかなきゃいけないと思うんですよ。うんうん、まあ、羽生が入れるしかねえなっていうか、うんうん、うまく回させるためには、いい試合にするには羽生を使うしかないとか、ユートを使うしかないって思わせていく連続なんで、うん、そこの、まあ、それができる人なのか、いや、これサッカーが合わないって言って、そこで、なんだろう、そこかを突き抜けるのをやめてしまう選手かによって、な変わっていくのかなって思うんですか。逆に例えば中学校高校とかでものすごい活躍してきた選手とかでもプロに入ってノベルナヤムとかそういう選手も見てきてると思うんですよ。めちゃくちゃいるでしょうね。そういうのっていうのはやっぱなんでっていうふうに思いますか。そもそもまあ勘違いしちゃってる選手もいたと思いますし、はい、まだ弱い人としてやっぱ弱いというか、うんうん、まあ、ずっとチヤホヤされてきたので、うん、プロに入ったことで思う通りにこう評価されないとか、うんうんうん、思う通りにプレーができないときにもう逃げ出してしまうと、うんうん、そういうのはあるかなと思いますね。そうですね、多分なかなかこう10代の頃からアンダー世代で代表とか入ってる選手して、はい、その自分のクラブでもそうですし、はい、やっぱり僕もまあ代表もそうですけど、あまりこう自分をこう否定されたとかないと思うんですよね。お前はこういうプレーができないから試合に使えねえよとかって言われたことなくて、逆にお前が常に中心だから みんなにもこいつを見習えたらみんなにずっとこう言われてたと思うんですけど、プロに入るとそういうふうに扱われることはまずないので、この辺の難しさはあるんじゃないですか。確かに、まあ、多分ちっちゃいからお前うまいなっつって、はい、これもう J プロになる素材だって言われて、はい、要はみんなでこう
まあ、あれあれしょ、過保護にというか、うん、ポジションを与え続けられて、もう何ていうかな、何やってもお前は試合出るよっていうようなシチュエーションが多いような選手が、うん、いざじゃあ18歳とかなって、うん、もうそこは横一線のもう30歳のブラジル人がいてとかっていうところと戦うってなった時に、うん、用意はされてないじゃないですか。だからそこのなんか用意をされてないことがそこで初めて気づく選手と、はい、まあそもそもそういう用意されてないことの中でこう鍛えられてきた選手でいうと、うん、どっちがどうなんだろうっていうのはあったり、やっぱりそこで掴み取るみたいな作業をしていける選手なのか、うん、ポジションって与えられるものじゃなかったのみたいな感じになって、やばい、ないけどなんかもうちょっと合わねえからいいよ移籍しようみたいな、この人たち評価してくんねえから移籍しようみたいな感じになっちゃうと、まあそれまでその有名だったというか、はい、選手がどこ行っちゃったんだろうみたいなのはめちゃくちゃあると思いますね。なるほどな、そういうところで切り替えることができるかってことでしょうか。まあ、マインドをこう、まあ、そういう与えられた環境で、はい、でまあ、一つは指導者とか親御さんとかがそこでしっかりこう指導できるかとか、うん、本人もそういうこそうなんかこう調子に乗るんじゃなくて、それこそ最初に言ったように自分は本当に正しいのかとか、この振る舞いで大丈夫なのかみたいなのとか、じゃあ失敗した時に自分にしっかり矢印を向けれるのかとか、でプロになってじゃあ本当の意味での横一線の競争になった時にそういうメンタリティで戦えるのかというか、ポジション争いにこう加われるのかみたいなところが用意されてないければ難しくなっていくのかなと思います。なるほど、そうなんですね、うん、ありがとうございます。じゃあ2つ目の質問ということで、はい、そうですね、まあファンによっては心ない罵声を浴びせるとか浴びせられるとか、ファンから、あと、まあ、SNS なんかで、自分への批判がこう書き込んであるとか、なんかそういうのに対してどういうふうに向き合ったのかなという、そういうものを見、そういう状況の時にこう どういうふうにしましたか。いや、落ち込みましたね。そうですね、まあ、はい、半分は冗談ですけど、はい、まあ、半分は僕は逆に言うと、言うとは多分、はい、割と強いな、うん、あんま気にしないタイプ、僕は結構気にしちゃうんで、はいはい、ただ一つ最初ユートが言ったように、その要はサッカー選手でいられることって見られてるし、うん、はい、まあ、プレー中もそうだし、それを離れてもずっと見られてる立場で、要はプレーが悪かったら叩かれるっていうのは、はい、うん、それが当たり前の環境だと思うんですよ。だからこそお金も多くもらえるし、はいはい、それも含めて その責任というかだと思うんで、うん、はい、僕はまあ落ち込むパターンなのだと思うんですけど、それも込みだなっていう感じです。だからそれをじゃあ、僕は一回受け入れて、はい、そうだよね、みんなこう思ってるよなとか、うん、そういう人もいるよなってなって、じゃあこれをこう挽回できる成功というかって何なんだろうっていうのを考えて、じゃあもっとあそこまで行きたいな、この人たち、まあ、なんだろう、そうだな、なんでしたっけ、心ないファンっていうか、まあ、残念な気持ちにさせちゃったんだろうなっていうのがあったときに、はいはい、この人たちをもう一回喜ばせることは何をもってできるんだろうみたいなのを考えるように、僕は行くというか、っていうネガティブなところからそれをポジティブに持っていく作業っていうのは、僕の中ではそういう捉え方をしてたというか、うん、この人たちをもう一回喜ばせたり、あ、やっぱ羽生っていい選手だなとかって言われることって何なんだろう、じゃあそこに向かって頑張ろうみたいな感じを僕は持ってましたかね。なるほど。佐藤さんはあんまり気にならないそうですね、リュークみたいにその、まあ、最初落ち込むけど、はい、ちょっとこの人喜ばせたいとかってやっぱすごいと思うんですよ。自分は全くそういうのはなくて、そこまで考えてなくて、あ、この人たち俺のこと好きなんだなって、それよく言うよね、みんなね、なんか気になっちゃってるんだなって、だから、何も気にしないですね。そうなんです、僕ら真逆なんですよ、真逆、うん、真逆
というか根本数通り辿っていけば一緒のところがあるから仲良くしてるんですけど、はい、まあ本当グローへのなり方とか、はい、そういうネガティブな固定の対処方法とか、はい、まあなんか試合に向かうそういうメンタリティとかっていうのは本当違うんですよ。だからそうですね、はい、正解は逆に言うと ないと思ってて、プロになる選手でもスーパーポジティブな人もいれば、はい、もう危機感からそう頑張れる人もいるし、はい、モチベーションっていろんなことがあると思うんで、もうただそれだけっていう感じですかね。そういう SNS の批判とかを見るようにしてましたか？でも見るようにっていうか、まあ見ないっていう方法もあるじゃないですか。そうですね、まあでも選手の時ってもう僕らというか僕なんていうと結構一番活躍してて、はい、た時なんてもう15年の20年前くらいなんで、はい、その時そこまでツイッターとかないし、自分もやっててこうわざわざ見に行くとかっていうのはまあちょっとネットが普及してみたいな感じだったんで、目にすることもありましたけど、今で言ったらもう炎上みたいになったらや、なんかバーってなるじゃないですか、はい、俺そこではちょっと耐えられなかったかもしれないですね。佐藤さんは結構そういうので、なんでも平気というか、まあ、平気じゃない、まあ、今年も2回ツイッター炎上してますけど。そうなんですか、はい、でもなんか、はい、あんまり気にしないですね。まあそうですね、気にしないですね。炎上ってどんなネタで夏休みですか？いや、なんか言ってたんですか？そうですね、1個は政治的だったんですけど、もう1個はサッカーのことですけど、まあ、見事に2回でも参加していきました。なるほど。まあでも何らかの形でそういうことでも、はい、やっぱプラスに持ってきれる人じゃないと、はい、もしかしたらプロになれないのかもしれないですね。やり続けるとして、やっぱそういうのも当たり前にあるし、はい、まあ、なんていうかな、こう SNS の心ないとかではなく、はい、パフォーマンスが悪かったら、うん、やっぱり次の試合出れないし、はい、っていう意味ではこう、うん、1回は否定されるというか、お前のプレーじゃダメだよって監督とかとしても言われたりするわけじゃないですか、うんうん、でそのネガティブに、まあ普通の人だったら心が落ち込むときに、そっからでもやっぱ這い上がりたいっていうところがなければ、プロとしてやっていくのって難しいと思うんで、うん、SNS とかに限らず、はい、そうやってこうまあ一旦は自分のことを否定された後に、はい、でもやりたい、でもそこまで行きたいっていうものがなければ、うん、それが嫌になっちゃうんだったら、まあ、やめた方がいいよっていう世界だとは思うんですよね、うん、そこがまあ逆に言うと僕のやり方は違うにしても、結局はそのタフさみたいなところが必要になる世界なんだと思います、はい、まさしくそうですね。その自分のことなので、はい、その自分を批判してる人たちがそれを自分のことを決める権利はないじゃないですか、はい、だからもう、はい、これはもう俺のことだから何言われようと君たちに関係ないよっていうスタンスですね、うんうんうん、まあそう、まあ、感謝もしてるし、その人たちが いるからこそ僕ら成り立ってるっていうのは大前提で言うと思ってる中で、はい、ただ結局決めていくのは自分だからっていうところも少し持ってるって思うんですよね。そういうところはも逆に言うと持っておかなければ、はい、みんなの意見に左右されちゃう選手、みんながこう言ってるからこうやろうって、うん、まあ、なれないじゃないですか、さっき、はい、なんかだからそれがマジ羽生じゃドリブル下手だなって言われても、うん、ドリブラーにこれからなりますは無理じゃないですか、うん、だからそんな感じで人の方がこう言ってても、はい、やっぱり自分でその現場で掴み取っていくしかないんで、そこをもう本当に 100% そこを気にしてたらもうそこにはいられないっていうだけなんだと思いますけど。大丈夫ですか？はい、大丈夫ですか？長年そうやって長年続けてきたんですね。じゃあ
じゃあ次の質問をさせていただきます。引退を決めた理由っていうのはどういうところになりますか。僕はそうですね、スッと決めちゃったんで、うん、家族もびっくりしたんですけど僕はだからそうですね、はい、まあ一つはまあオシムさんで僕、まあ言うともそうですけど、はい、まあ偉大な、僕らからしたら偉大な監督にも育って、はい、やれないっていうのもプロだって僕は言われたんです。やれないっていうのもプロだって。うん、でそれは要はチームに貢献できてないって思うんだったら自らプレーをやめなさいっていう、僕なんかで言うと、例えばスターティングメンバーとか先発で使われて、はいはい、まあ、サッカー90分なんですけど、はい、70分ぐらいになると、お前やれんのかって、まだ走れるかって言われるんですよ。うん、ベンチから、監督が、はいはいはい、お前やれるかって言われて、はい、やれますと最初は言ってて、はい、で、その後に僕の、例えばプレーが悪かったり、はい、僕がマークすべき選手を外したりすると、はい、めっちゃ切れてるんですよ。うんで、はい、お前できるって言ったからやらせてんのにできてねえじゃんみたいな感じになるんですよ。で、その時に試合が終わってというか、そういう、はい、まあ、日常的に、はい、いや、お前ができないって言うんだったら新しい選手入れて、はい、フレッシュな選手入れて試合をこうマネジメントするだけだから、うん、できないならできないってはっきり言ってくれみたいな。で、それに対して監督が羽生に対する評価は変わらないんだ、はい、それが70分切る時までは80分だし、はい、45分でダメだっつって俺はお前の評価は変えないよっていうのをが分かった時に、僕の中ではそういうやれないっていうのをプロなんだって思ったんですよ。うんうん、このチームを勝たせるかどうか、このチームで貢献できるかどうかが大事になるって僕はもうその戦プレーしてる時からそう思ったんですよね。うんうん、で、やめるかって、まあ、ちょっとやめようかなってなったのは、まあ、最後の1年僕はジェフに戻ることになったんですけど、はいはい、引退はジェフでしたんですけど、はい、要は膝、その時に初めてこう、あ、もう治らないわこの怪我っていうのをしたんですけど、うんうん、もう結構しんどいなっていうのがあったんで、これはもう練習もさほどできなければ、うんうん、まあ、試合にも全然届かないような選手になってしまったので、うんうん、そうなったっていうのを思った時に、俺来年いや、もちろんやらないみたいな感じでも言われたんですけど、はい、やれないなって思ったんですよ。だからこのチームに対してこう申し訳ないというか、はい、戦力にならないなって思った時に、あ、やめますってパンってやめて、まあ、僕の中ではそういうオシムさんの教えというか、はい、を守ろうとも思ったし、それをそんな気持ちでもう1年あるからラッキーって言ってやるのってクラブに対して失礼だなと思ったので、最後まで自分のこう判断軸の中でと思ってこうパンってやめたら家族はびっくりしたっていう話だったんですまあ、相談もせずに決めちゃうタイプなんで、うん、っていうのが僕の、まあ、ある意味、うん、最後までの、はい、まあ、変なというかプライドというかそうあるべきだって思ってたんで僕はやめました、ね。うん、そっか、じゃあもう膝がもう限界というか。そうですね、その時本当に僕は、まあ、ジェフっていうチーム育ててもらって、はい、まあ、何か恩返ししたいと思って戻ったんだけど、何も使い物にならなくて申し訳なかったし、はい、ただそれで、うん、じゃあもう1年あるからもう1年やりますっていうのは、うん、まあ、プロとして僕のを考えてるプロではなかったので、はい、やめるっていうのを決めたって言うんですよ。斉藤さん、自分は、まあ、20008年に千葉から、はい、京都に移籍するんですけど、はい、で2008年で2009年の時にちょうど千葉が J2 に落ちちゃったんですよ。で、まあ、その映像を、まあ、自分は京都で見ていて、はい、で、まあ、自分はその千葉に12歳からずっとこういたので、うん、そのクラブが J2 に落ちるっていうことがまあ信じられなくて、うん、で、まあ、そこでちょっと自分の中にも考えたりとかして、うん、なんとかやっぱり、そばさまだクラブをもっと J1 に戻さないといけない、戻したいと思って、はい、で、まあ、ジェフからもオファーいただいて、うん、で、2010年に千葉に戻るんですね。はい、で、まあ、そこから、まあ、やっぱりこうプレーオフもあったりとかして、なかなかやっぱり結局、結果が落ちたなと、うん。その前、もう時の記者会見みたいな
席会見とかでは1年で JF を J1 に戻すっていうかっこいいことを言って思ったんですけど、はい、うん、何年だってもできなかった、うんうんうん、で2019年の年がちょうど JF が J2 に落ちて10年目だったんですよね、はい、でまあこのシーズンの最初の時にシーズンの半分で J1 への光が見えてなかったら、はい、もう夏で引退を決めるっていうのを、うんうんうん、自分が決めて、はい、で、まあ、シーズンをスタートして、はい、まあ、結果もう夏にやっぱ J1 が難しいってなったので、うんうん、その時のクラブに伝えて今年やりますってなりましたね、うん、なるほど。それ、まあ、真ん中の結果が後半勝って、まあ、J1 に上がれる可能性も、まあ、あるって言われるじゃないですか、まあ、そうですね、うん、まあ、もう、うん、ゼロではないですけど、ありましたね、はい、それ真ん中でっていうのはもう なんで真ん中で決めたんですか結果が最後やっぱどっかで、はい、その自分自身が決断しなきゃいけない時期って絶対あると思うんですよ、はいはい、みんなやっぱサッカー好きなんで、はい、ニューコースだけどそのまあやれないのプロって言ってましたけど、はい、多分今の選手たちでも足とかちょっと痛くてチームに貢献できないけど、はい、サッカー好きだし、うん、プロサッカー選手で痛いから、はい、チームが契約してくる限りはやり続けたいっていう人結構いると思うんですよ、うん、はい、でもやっぱりそれの人たちって結局自分自身で決断ができない、うん、辞めるそう決断ができない引き際分かんないっていう選手だと思うんで、はい、まあ、自分はやっぱりそこの10年ってところで1年で上がるっていうことを言ったけど10年も経ってるってところも増えて、うん、まあシーズンの半分でここではっきりさせようと、この後が全部勝って J1 に上がりましたでももう夏に発表することで、はい、もうその後のことはもう決まったことだからってことで、はい、はい、決めました。まあ、そういう意味では、まあ、はい、半分ぐらいになると、はい、うん、そこに届くの、まあ、優勝とかその、はい、昇格に届くのか届かないのかって大体正直分かってくる、チームの雰囲気も含めて、はい、いける雰囲気なのか、はい、っていうのが、まあ、勝ち点とかの差もあるんですけど、はい、まあ、それが言えたのが例えばまた5位とかだったらいいかもしれないですけど、まあ、当時何か分かんないですけど、あ、届かないなっていう、はい、やっぱ無理、難しいなっていう感覚があったからこそ、うん、そういう感じだったと思うんですけど、うん、そうですね、必ず夏にっていうよりかは、あ、届かないなっていうと中での責任をずっとプレイしてきた中で、はい、届きそうにないなって言った時っていうのがたまたま夏だったというか、まあ、その辺のにボーダーラインを引いてたっていうだけだと思うんですけど、うん、なんか正面で質問になっちゃう。じゃあ最後の質問で、今後やりたいことはありますか、ニューさん。そうですね。お願いします。まあ僕がまあ FC 東京とジェフ、まあジェフで千葉っていうクラブで、はい、キャリアをスタートさせて FC 東京で1年間ヴァンフォーレ甲府っていうチームにレンタルで1年間行くことになったんですけど、このまずは3つのクラブに対して。何か恩返ししたいなとは思ってて、うん、でまあ、特にジェフっていうクラブだったりと FC 東京っていうクラブが長くさせてもらったので、はいはい、そのクラブがこうに対して何らかの恩返しができたらいいなっていうのが一つです、うん、あとは僕は地元が千葉なので、まあ、ジェフっていう、はい、のも千葉にあるとして、はい、まあ、地元のそれ千葉県っていうところにやっぱり何かあの恩返ししたり活性化したりするような働き方ができたらいいなとか、あとはまあ押野さんっていう人が僕はやっぱり僕なんかをこうここまでにしてくれたっていう感覚がすごいあるので、押野さんとか、まあ、ボスニアとかそういうところにつながるようなことできないかなとか、あとはそのなんだろうな、やっぱりサッカー選手もそうですけどスポーツ選手アスリートの人たちの抱えている問題も、まあ、キャリアでの中での問題とかをがある中で、はい、そういうのをまあ最終的には助けていける仕組みみたいなのを作れたらいいなみたいな感じがありますかね、うん、まあ、僕はそうやって、まあ、FC 東京と働いてるって思われる実際そうなんですけど、自分で会社を作って、はい、そういう世界観でスポーツを持って何か社会貢献するとか、はい、恩返しするとか、うん、誰かのためになるみたいなことをやっていきたいとは思っていて、そういう自分の働き方で、うん、
でいずれはそういうユーズとかとも一緒に何か、できる時が来た時に実力がしっかりと備わってる人にいたいっていうのが今後やりたいことですかね。そういうサッカーだけじゃなくもうスポーツ全体として全世界そうなったらいいですね、はい、まあでもいや、はい、僕を育ててくれた人とか地域とかね、はい、やっぱりまずは何かお返しができるような人になりたいなとかっていうのがあるので、うん、はい、うん、そう思ってますね。わかりました、ありがとうございます。佐藤さんはどうですか。はい、まあ、そうですね、なりたいことですよね。はい、今後やりたいこと、今後、はい、今後やりたいこと、はい、うん、まあやはりこう千葉のクラブに今もいさせてもらってるんですけど、はい、やはりこの、まあ、プロスポーツクラブなので、はい、もちろん勝ち負け大事なんですけど、はい、まあ、それ以上に、うん、やっぱクラブの存在価値っていうのをやっぱ上げていきたいなと思ってます。うん、まあ、存在価値、まあ、いろいろあるんですけど、はい、もちろんこのサッカーで魅力するのもそうですし、このジェフって千葉というクラブがその地域にあるからこそ、その地域の人たちが、はい、人生が幸せになったりとか、うん、まあ、そういうところもやっぱつなげていきたいですし、うん、そういうのを少しずつ取り組んでいって、今以上に地域に根付いたクラブにしたいなと思いますね。うん、先生、今後やりたいことは、僕ですね、そうですね、僕もなんかスポーツすごい好きなんです、はい、で、まあ、僕の場合にスポーツは好きだったんですけど、小さい頃からだから運動が苦手みたいな、はい、体育とかだといつも5段階評価の2とかで、なんかあと何でしょうね、うん、なんかすごいどんくさくてあれだったんです。で、好きなんだけどなんかうまくできなかったんだなっていうのがあって、そういうのがずっとこうずっと今まで来てた。だから今後は何でしょう、まあ、とりあえず今の自分ができることで何かスポーツに関わることっていうのを、やっていきたいなっていうことで、今回みたいなこういう、はい、僕の憧れの選手たちとこうインタビューするなんていうのは、いや、なんかやってみたいなっていうことで今、はい、ちょっと実現しつつあるね。ございます。はい、今日はいろいろと貴重な話を聞くことができました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。